俳優の早乙女太一27歳とモデルの西山美希33歳が26日双方のオフィシャルサイトにて離婚したことを報告しました。早乙女太一さんが話題になっていますね。今回はこの早乙女太一さんについてググってみました。早乙女太一、本名西村太一、1991年9月24日生まれ、27歳、福岡県北九州市生まれ、血液型 B 型、身長174センチ。略歴、青い劇団の劇団員の両親のもとに生まれ、幼少期から劇団員として育つ。1995年の4歳の時に初舞台を踏む。2003年、北野武監督の座頭市で映画初出演。その他、少年 H、たたら侍などに出演。2013年6月30日、西山真紀の妊娠が分かり結婚届を提出。2013年10月30日、第1子となる女の子が生まれる。2016年4月10日、第2子となる女の子が生まれる。学歴。家族構成は5人で、3人兄弟の長男で弟と妹がいる。大衆演劇の一員として全国を回っていたため、多い時は年間20回ほど転校したと答えています。卒業中学校は埼玉市立春野中学校です。3ヶ月前に転校したと答えています。高校へは進学していません。中学卒業後、マスコミからは長嶋王子と呼ばれている。2006年に公認のファンクラブが発足。女方として舞台に立つほか、俳優タレントとしても活躍している。所属事務所は2010年3月まで斎藤エンターテインメントだったが、2010年4月から両親が運営する劇団クジャク株式会社 SJK へ移籍。しかし2015年2月に劇団クジャクが解散し、しばらくはフリーで活動。直談判を経て同年7月に LDH とマネジメント契約を結んだ。2013年4月16日、西山真紀が妊娠しており、相手は俳優の早乙女太一であることが各スポーツ紙によって報じられた。4月17日、西山真紀が妊娠3ヶ月であることが明らかになるとともに、早乙女と西山は2013年6月に結婚することを正式発表した。2019年6月26日、2人の連名で正式に離婚したことを報告しました。